こんばんは。昨日酒上がり入ったけど、くにゃちゃんかわいそう。あ、本当？マジで？昨日の酒上がりはちょっとあんまり上手にできなかったんだ。結構それでちょっと落ち込んじゃったんだよね。勝手に。えいかさん、くま、ありがとうございます。今日メイクあんま上手じゃない。ちょっとだけやってるんだけど。昨日はすいませんね、ちょっと。そう、お休みします連絡もなく、本当に配信もメールもストップしちゃって申し訳ない。本当に昨日はちょっとね、体調が悪すぎてお家に帰って、もう何もせず荷物バンって置いて、そのままベッドにバタンでした。なんなら、あ、やべ、通知来てる。なんならマジ最悪なんだけど、絶対良くないんだけど、なんだっけ、玄関の鍵のロックみたいなのあるじゃん。なんだっけ、鍵じゃなくてもう一個ロックみたいなやつあるじゃん。なんていうっけ、あれのことなんていうっけ、全然出てこない。なんていうっけ、あれ、鍵の上のとこにある、あ、チェーンみたいなやつ。あ、そう、ドアロック、あ、チェーンじゃないやつ、チェーンじゃないタイプのやつあるじゃん、ドアロックみたいなやつ。あれだけして鍵つけてなかった、鍵してなかった、マジ怖。まあ、あれやってるからだ、入ってくることはないですけど、なかなか。そうそう、それつけて鍵してなかった。そのぐらい本当に帰ってきてもそのバタンって。昨日はね、本当にお昼公演終わりぐらいからそのリハがあるんです。ここでももちろんリハがあるんだけど、そうのあたりから本当に信じられないぐらい頭痛がひどくて、その熱は結局なくて、熱は全くなかったんですよ。で、喉も痛くないし、本当それ以外の症状が全くなかったにもかかわらず、本当に意味わかんないぐらいの頭痛に襲われちゃって、そう、まあ、たまーにちょっと吐き気が来るかなーぐらい。そうなんだけど、本当にもう意味わかんないぐらい頭痛で、で、薬もちろん飲んだんだけどそれも効かなくて、本当にもう信じられないぐらいすごい、もう頭のこの辺の血管もぶち切れそうなぐらい出てきてて、ドックンドックンしてるんですよ。そう、まあでも本当今は結構落ち着いてて、まあ全然踊れる踊れるし、まあでもちょっとたまになんか体がちょっとだるい感じはあるけど、まだちょっと動くとすぐこう疲れちゃってってなっちゃうんだけど、そう、まあでも一応その頭痛的にはまだこう収まったし、うんって感じですね。まあ、なので一旦落ち着いてるので大丈夫かなと思ってるんですけど、咳とか喉はね1ミリもないの、本当にマジでね、びっくりするぐらい。だいたいさ、最近コロナとかちょこちょこまた流行ってるとか聞くしさ、喉とかさ、よくコロナとか来るじゃん。でも全く喉とかは1ミリも痛くないし、全然カサカサでもないっていう、咳も出ないしっていうね。そう、まあ低気圧かなって思ったんだけど、でも昨日雨降ってないでしょ。でも体調悪すぎてトレーナーさんに、今日雨降りますかって聞いて、雨降らないと思うけどねって言われて、そう、とりあえず何か分かんないけど、まあちょっと昨日は本当に体調が悪くて、家帰ってすぐ寝て、起きたのが多分2時とかかな、帰り着いたら何時か忘れたけど、でも
9時前には帰り着いてたと思う。でそっからもうそのパターン級で2時ぐらいに起きて、もう立ち上がるのすらもきつくて、で一回ベッドでさ立ち上がるじゃん、ベッドっていうかこう座るじゃんベッドの縁に、そしたら反対側にフンって倒れてもう一回寝たきつすぎてなんかフラフラしちゃって、で起きて、あどうしようやばいなみたいな。そうで昨日一食も食べなかったんですよね、ご飯を。なんか朝起きて、まあ大体基本朝ごはん食べないんですよね。で昼公演だったから昼公演のお弁当食べようと思って、で事務所行って、でリハやって、でそこは弁当来てたんだけど全然お腹が空かなくて、まあ、多分その時点からちょっとあれだったのかもしれないけど自分の中ではね、でも全然お腹空かなくて、うーんみたいな、なんでだ、まあお腹空かないからいっかと思って、であたまにあんのよ本当に、なんでか分かんないけど全くお腹空かない日とかたまーにあるから、まあそれかと思って食べなくて、それで夜公演の時お腹も全く空かないので、体調悪くなってっていう。そうなので今日の朝はもうとりあえず起きてメイク落としながら、あのアサイを頼んで、アサイ美味しかった。今日のアサイ初めてウーバーしたとこのアサイ、なんか味が全然しなかったんだよね。だからアサイってなんかあんま美味しくないのかなと思ってたんだけど、東京行って一回アサイ食べた時美味しかったのと、そこでアサイって意外と美味しいなと思って、で今日頼んでみたら美味しかったから、美味しいわってなった。頭ぐるんぐるん回ってる感じ、いやガンガンって感じ、ぐるんぐるんもう常にもうガン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 してるって感じだった。で吐き気はたまーにって感じで、別にずっとあったわけじゃないかな。味ないの、いやいやいや、あのね、いやじゃ味はあるよ、普通はあるんだけど最初がなかったのよ多分。そう最初のとこが多分ちょっと私と合わなかったって感じなんだと思う。どんなものか分からず食べたっていうのもあるんだけどね。そうアサイは全然、アサイヨーグルトじゃん、アサイはなんかベリー系の味ですね。はあって感じかな。そうで今日ももうだから朝結局アサイ食べてって感じ。ああすげえかわいい今回の、イエーイタカさんフレームありがとう、かわいい長っ、あいた、え今回フレーム長くね時間長くね、なんで遊園地なんだろう。そんで今月味覚は全然大丈夫、超美味しかったアサイ超美味しかった。私今日お昼も一応ちゃんと食べました。もうなんか昨日食べてなかった分ちゃんと食べないと多分倒れちゃうと思って食べました。そう昨日はそうお見送りちょっと申し訳ないけどお休みしようかなって思ったんですけど、夜はなんだけど、その後ちょっと 100M 控えてて、そのお見送り出てないのに 100M 出るのはちょっとおかしいというね、おかしいんじゃないかなって思って、まあちょっとじゃあお見送りもちょっとちゃんと出とこうと思って出ました。そうしかも昨日あの 100M 私その時知ったんだけど、 100M で私指名の方もいて、そうねねさんとなんか2人選べるんですけど、集合写真の時はねねさんとあの私の方もいたっぽくて、まあ、ちょっとだから出てよかったなと思って、ちゃんと出てなかったら私指名されてるのに取れないとこだったじゃんと思って、ちょっとセーフセーフって感じですね。はい、なのでまあちょっと申し訳ない、ちょっときつそうな顔しちゃったかもしれないので、ちょっと申し訳ないなと思いつつ、何人かからねお見送りで大丈夫みたいな、なんかゆっくり休んでねみたいな言ってくださった方もいたから、あごめんねと思いながら、そうすいませんって思って、お気遣いありがとうございますと思いながら話しかけてもなんだよ、いいんだよ別に。逆になんか何も言われない方がなんかあれだったから、逆に話しかけてくれた方が昨日はむしろありがたかったかも。逆にね逆上がりがね、逆上がりのお見送りマジで本当になんか私のことみんな嫌いなのかなって思うぐらい私に話しかけてくれなくて、
私のファンの人はなんか多めだったんですよ。だからその私のファンの人は話しかけてくれたんですけど、逆上がりはマジで本当にみんなリナのこと嫌いなのかなっていうぐらい話しかけてくれなくて結構寂しかった。そう、いやマジでマジで昨日逆上がり一番最後にいたんですけど、逆上がりのその最後の方も若干ちょっとこう体調悪かったところもあったんですけど、そうでもなんか余計だよね、だからちょっと体調悪いしみたいな、そんな中のそう声かけなしで結構しんどかった逆にね。うん、まあでもほんと昨日の逆上がりでもなんかさ、最近なんか私結構悲しいんだよね。なんかレスしようと思って見てもさ、ファンの人が私のこと見てなくてさ、でもの割にはそのファンの人たちはさ、なんかレスくれないみたいな結構言われたりするから結構悲しいんだよね。私的にはレスしようと思ってちゃんと見るんだけどね、で見るけど他の子見てるから別にじゃあいいやと思って一旦目そらすのよ。で他のタイミングで見てもまた同じような感じだからさ、なんかなんでかな、なんでだろうと思って。 HKT 箱押し隊さん、観覧車ありがとうございます。ありがとう、かわいい。てかなんで観覧車なの今月のやつ。11月って観覧、なんで遊園地なんだろう。かわいい、でもかわいい、遊園地いいね。かき氷さん、グリエマリナにクリスマスの壁紙、キノコですね。そうなの、キノコ必要なの。あ、じゃあキノコもらっとこうかな、よくわからんけど。そう、なんかレスしようと思って見てるんだけど案外逆に見られてなくて全然レスできないっていう。ショールームランドに行こう、ギフト。ショールームランド、何それ。なんかだから最近アイドルちょっと難しい、ちょっとわかんない、わかんなくなってきた。なんかファンの人一人一人の反応を見て落ち込むのが辛くなってきました。青白滝さん、なんだ今の最空みたいな流れですね。何あれ、何その意味わかんない、意味わかんないギフト、何そのギフト、変なの今来た、最高みたいな、ヒューンってね。何今のめっちゃおもろいんだけど、最高フーンって言っちゃった。超面白い、めっちゃおもろい。でもそう、本当になんかファンの人の SNS 見て一喜一憂してちょっと辛いなって思うことが最近増えちゃいました。今日も本探したけどなくて、試合です。あ、よかった、最高コースター。ほう、最高コースターって言うんだあれ。なんだよあれ、めっちゃおもろいな、なんだ今の。本当にそう、なんか SNS が嫌いっていうか、まあでもそのファンの人もやっぱ人間だからそれはなんか書きたいよなって思うんだけど、でもなんかいや、そもそも私が人の目を気にすることもあるから、逆になんか書いてるは書いてるで嫌だけど、嫌だっていうかそのちょっと悲しくなっちゃうけども、なんかあ書かれちゃうのかなって思うのすらも結構しんどい、たまに。なんか、まあ、結局私が全部やればいい、私が多分完璧にレスとかさ、なんか多分その人がやってほしいように全部やればいい話なんだろうけど、でもなんか私も人間なわけで、なんかそんな一人一人全部には難しいなと思うけど、でもまあそりゃ言っちゃえばお金払ってさ、握手も来てるしさ、公演も来てるわけだから、それはまあ自分の好きなようにレスとかしてほしいよなとはそれは思っちゃうよね。思っちゃうっていうかさ、それはまあ至極真っ当な意見だよね、見に来てんだからっていう。いやでもなんか
書き込むっていうか別にそのなんかなんかなんだよあいつレスもくれないしクソがとかそんな感じじゃなくて、なんかなんだろう、まあ、でも私もなんか察しちゃうじゃないけど、あーこういうことなんだろうなとか、あこれ多分私に向けて書いてんだろうなっていうのが分かっちゃうんですよ。だって私のファンの人が私の名前とかハッシュタグをつけずに書いてるの、たまにさこう流れてきたりとかさ、たまたまアカウントの中さあのポロって見ちゃった時に書いてるとか見かけた時にさ、あーこれ多分私だろうなって思うじゃん、思うことってあるじゃん。絶対にそうじゃないっていうこと、逆に絶対にそうだとは言えないとはいえ、逆になんだろう、逆に言うと絶対そうとは限らないとはいえ、逆に言うと絶対私じゃないとも限らないじゃん。私その日の公演に来てた私のファンの人とかだと特に、あー多分これ私なんだろうなとか思って結構落ち込んじゃうことあるかも。フェンチャンのレスで満足できなかった他のメンバーでもどうなんだろう。まあでもやっぱまあ結構王道キャピキャピアイドルの子とかもいるわけじゃん。まあいい例で言うとココとかさ、クルタンとかさはさ多分さもっと多分完璧にレスができると思うし、私よりさ全然完璧にレスとかできると思うし、もっと可愛いだろうし、そう。佐世保のてっちゃん、クマポップコーン、ポップコーンか、さっき何か分かんなかったけどクマポップコーンありがとうございます。そうだからなんかもうどうしたらいいんだろうって思っちゃう。まあ、しかもそういうの書かれるとさ、そんな簡単に嫌いにならないよってみんな思ってるかもしれないけどさ、意外とやっぱこっちからしたらさ、あもう嫌いになっちゃったんだろうなとか、あそうだよね、じゃあ多分二押しの子にもうそろそろ行くんだろうなって勝手に思っちゃうんだよね。そうだからなんかそういうの見て勝手に一喜一憂してるだけなんですよ。別にもちろんいいこと書いてくれてるともちろんめちゃめちゃ嬉しいし、そうなんだけど、やっぱそういうなんか私なんだろうなって思うことを書いてるのをなんか見ちゃったら結構落ち込んじゃうかも。まあでもだからだと書くなとも言わないし言えないしっていうなんか難しいよね。だから私がもっとこうちゃんとやればいいんだろうけどなっていうのを結構最近感じることがある。そう思うのはちゃんとしろよって感じですよね。でもちゃんとやってんのよ私的には。ちゃんとやってんだけどやっぱ難しいなっていう。私はパフォーマンスが自分的にはダンスとか歌がまだ完璧じゃないからやっぱそっちに集中しちゃう時もあるわけよ。とかなんか曲によってはやっぱこうレスより表現を頑張りたいなみたいな曲の時ももちろんあるわけよ。そうだからなんかめっちゃ難しいなって思う。私みたいなセクシーだね、ありがとう。そうそれでたまにちょっとね最近落ち込むことがあるんだ。昨日のさねねさんの生誕のさあのポンポンよね、あれ私やってほしいんだよね。唇だからあんまちゃんと伝わらないけどいいよん。あのポンポン去年も言ったけどやってほしい。あのポンポンめっちゃいい。最後のさあなたに言われたいで私の方を指してよ、みんなでポンポンで。外野から見てて栗山さん本当。でも私がねやっぱ嬉しいなって思うのは今日見たツイート、今日りなちゃんでエゴサしたらあのファンの人がその大分にいるファンの人がその福岡のファンの人が福岡じゃない間違った熊本かなのファンの人が出張で大分行った時に一緒に今日だからご飯食べてるよみたいなそうっていうの書いててわーいいなーって思って、そういうの私嬉しいなーって思って、やっぱ私そういうの好きなんだよね。私が絡んでるっていう言い方したらあれだけどさ、まあ、イベントとかでさ一緒になってご飯行くとかはさ結構別に割とあるあるじゃないですか。なんかそうじゃなくてそういうこう私が全く絡んでない現場というか、なんでまあ私が元とはいえさなあのつながったのがでもなんかその私が全然関係ないとこいないとことかでなんかそうやって一緒になんか何かを楽しんでるのとかを見ると
あ嬉しいなって思います。ファンの人同士が、なんかファンの人同士が仲良くしてくれると私はやっぱ結構嬉しいから、うん、だからそういうの見ると私はめちゃめちゃ嬉しいなって思う。なんか私も結構憧れてんのよ、こうなんかオタ活のその人と友達、なんか友達とオタ活っていう言い方したら逆なんだけど、そうでもなんか中学生の時とかリトグリさんめちゃめちゃ好きで、高校生の時とかもさ、特に高校とかバイト代貯めてさ、あのリリースイベントとかちょこちょこ行ってたんです。その時にこう私は大分で、あの友達は福岡で、その福岡にいる子とその現場で知り合って、ツイッターで、女の子なんだけど、でその子と一緒に毎回リリーベ、その福岡とかで一緒に会ってみたいな、で一緒に行動してご飯食べて、じゃあねみたいな、ダルさん最高ありがとうございます、そうとかをやってたからこそ、こうなんかオタ活で知り合った人とこうお友達として何かこうまた別のことしたりとか、そういうの結構好きだったし、今でもそういうの結構やりたい人なので、まあちょっと今なかなか何のオタ活しようって感じなんですけど、なるちゃん以外で、そうだからそういう全然私がそう、いないとこでも仲良くしてるのすごいいいなって思う、嬉しいなって。全然でももちろん別のね、あの他のこのファンの人と一緒にそうご飯行ってさ、何人かでさ、こうアクスタとか並べてさご飯食べてるのも楽しそうだし、なんかそういうのいいなって思う。ペンタコちゃん、クマポップコーンありがとうございます。一番褒められると超絶、なんだろうな、ダルさん守りたいこの笑顔ありがとうございます、いこ何が褒められると一番嬉しい、いい人だよねって言われると嬉しいいやなんか顔とかスタイルはもちろんなんだけど、なんかなんて言うんだろう、まあいい人だねって言われるのが嬉しいっていうと、なんかちょっと裏がある感じがあるんですけど、なんていうの、その基本人には優しくしようと頑張ってるので、まあたまに理不尽なこととかあったりすると私もムキーってなりますけど、でも基本こう例えば後輩には優しくするとか、そうなんか自分のファンの人には容姿とかを褒められたい。でもただ他の子のファンの人にはなんか栗山ちゃんっていい子だよねって言われると、あ私は褒めてなります、嬉しいなって。って思うかな。チェキを飲む、ダメ、チェキはぶち込まないで、アクスタもダメだと思ったら滝行に、そうだね滝行に行くもんね私のファンの人なんか滝行行ったりバンジーしたり、なんかよくわかんないことばっかしてるんだよねなんでだろう推し面に対する考えをシェアしたくないか、他推しの人も本当どうなんだろうね。まあでもそう、まあそれもあるのか。まあでもな、まあ、正直さ苦手面とかさ、まあ、いるっちゃいるじゃんファンの人ってさ、それは仕方ないと思う。自分とだってさ性格が合わない子だっているわけじゃん。私なんて特に苦手面になってる人絶対いっぱいいると思うのよ。そうだから、まあ、そうなってくるとねなかなか話は合いづらいかもね。なるおし4人でグリーンランド行った、なるちゃんオンラインさんが、え、かわいいみんなもそれ参加したい。ファンは推しにいると言われます。え、どうなんだろう。でも私のファンの人優しいと思う。だって私がわがまま言ってもな、怒らんもん。明日になっちゃん推しじゃない人とか、あ、本当？やれた推しかな。まさみやさん、くまポップコーンありがとうございます。過去の場合こらでもさ、あのね、なんだろう、私のファンの人が、今の私のファンの人が私のこと昔苦手だったっていうのは全然いいんですよ。だって今めっちゃ好きなわけだから。ただ私のこと別に今推してはないけど昔嫌いだったとか書かれるの結構ショック受ける最近いや、いいんだけど、いやいいことなんだけど、逆にマイナスからプラスになってるから。ただ私の今私のことを推してくれてる人だったらプラマイゼロなんだけど、
押してないけど、むかなんかいい子だよねみたいな結構最近ちょっとだけたまにあのメンタル落ち込んでる時にそれ見るとちょっとショック受ける。そんなこと言わないでいいじゃんってなるそんな嫌いだったとか言わないでよとかなる。普通の時はなんともないんですけど、ただメンタル落ち込んでたりとかちょっと睡眠不足の時はシューンってなるそう、推しになるかって、まあね、そうね、あだからあの私が見えないとこで言っててほしいだってさ、だって嫌いと言われるの結構ちょっと悲しくない？今は嫌いではないとはいえみたいな。まあいいんだけどね、いいんだけど、逆にまあだからそのプラスになったってことだから、まあ別にいいかなと思うんだけど、プラスになったってわけだから、たまに書かなくていいじゃんってなるそんぐらいね。なんか悲しい、私のこと嫌いなんだとかなんないよ。なんかなんでそんなこと言うのぐらいプリプリぐらいですそう、そんな感じかな。うん、昨日の 100M の方この名前に、うん、名前は見るよちょこちょこ。この1年で拙者が見る限り一番成長されたメンバーさん、本当ありがとうございます。武士がいるぞ、武士が、このルームに武士が紛れ込んでおる。みんな楽しかった、よかったです。姉さんってなんでワニなんだろう、いつもなんでワニ描くんだろう。昨日ね、誰だっけ、なんか誰かと誰かなんか6期生が何人かがなんか、なんで姉さんって何のポーズだろうみたいな、まあ、よくさあのレディオネームとかさ、なんかフリーなポーズするときにさ、生誕祭の時のメンバーのさポーズとかするじゃん。花さんだったら花とかさ、そう、あのあと誰かな、わかりやすい例で言うとリチャキだったらリンゴとかするじゃん。そうで何にするみたいな話してて、そうでなんかワニじゃないみたいな、でもなんでワニなんだろうって言ってて、私も遠くでさ聞きながら、確かになんでワニなんだろうみたいな、ワニ描いてたのは知ってるんだけど、なんでワニ描いたんだろうっていう、そうなんでかそれは分かんないんだよね。なんでワニ、そうグッズとかもさワニ描くじゃん、なんでワニなんだろうと思って、別にワニ好きとか聞いたことないしなっていう、なんかずっと気になってるんだよね、何のワニなんだろう。そう、なんか知らないねねさんファンの人、ちょっと聞いといて誰か「ショールームで絵描いてさ」モアイはさあれでしょ、あの宮崎のさあそこじゃん、サンメッセだっけ。ペンギンもそうね、ペンギンも描いてたよね。分からんのか、やっぱ分からんけど描いてるんだな。なんでワニなのか分かんないよね。ね、ちょっとさ誰かこのあとさ最高とかの最高ギフトさ投げる予定ある？ちょっと私最高ギフト動画撮りたいんだけど誰か最高ギフト投げてくれる予定がある人いたら教えて。え、いいの？ちょっと待ってよ、私がじゃあ配信で撮り始めたなって思って、待って待って待って、来た来た、あーめっちゃ来た、めっちゃ来たやば、面
もろい、ありがとう。みんなありがとう。オッケー。もう大丈夫だよ。ありがとう。ありがとう。あ、待って、まだ来てる。やばいやばい。タカさん、ありがとうございます。スミさん、最高のタワー、ありがとうございます。てんてこちゃん、エイカさん、エイチキテハコシタイさん、シュンくん、てんてこちゃん、ヤスプッチンさん、てんてこちゃん、もう一個、青白竹さん、わたるさん、最高、ありがとうございます。めっちゃ最高来た。超おもろい。このギフト、ちょ、面白すぎる。ヒュン、ヒュンヒュンヒュン、ヒュン。おもろいこれ。あとで、あのインスタ載せとこう。これめっちゃいい。このギフト面白い、最高。うーうーうう。一番面白いかも今までで。めっちゃうまい。梅崎選手、そう、梅崎選手のやつはあのなんか最後のスピーチかな、何で言ってたかちょっと分かんないんだけど、あのなんか本当は出れる状態じゃなかったけどみたいな、そうみんなが繋いでくれたからみたいなの聞いて、なんかすごい感動しちゃいました。でもなんだっけ、なんかでもなんかこの監督になりたいみたいなみたいなの見て、聞いて、見て、見たか、そうなんか話してたっていうのを見て、なんか早く早くと思って早く監督で帰ってきてくださいみたいな。なっちゃん押すときにこれは気をつけろ、これだけは守れみたいなポイントある。上から目線で物を言わないでほしい。ぶん殴るぞってなっちゃう。上から目線で私の物を言わないで、私に物を、私亭主関白な人嫌い。あと呼び捨てで呼ばないでほしい。アイドルなんだからりなちゃんって呼んでほしいかな。一旦お姫様の一声で線が取れた。みんなありがとう、私大満足ですわ。監督になって帰ってくれてさ、いやもうそれがマジでなんか嬉しかった。取り店、あ、そうじゃん、取り店見よう。私取り店有料会に入ってるからね。いやでも最近さ、ジッパー、昨日もさ、リチャキが初めてジッパーやったじゃないですか。なんかでさあちゃんもちょっと前にデビューしたじゃん。なんかジッパーをね、若い子とか初めての6期生とかがするたびに、なんかもう私ジッパーしたくなくなっちゃう、できない。ジャッキーさん、佐世保のてっちゃん、最高、ありがとうございます。なんか新鮮味があって可愛くて新しい子たちがするジッパーって、そう、私なんかリチャキはもうずっと笑顔で可愛くて、さあちゃんはさあちゃんでダンスがめっちゃ上手だから、私合ってんのよ曲に。だからなんか新しい子たちがジッパーするたびにどんどんなんか私は自信がなくなって、ジッパーをそうしたくなくなっちゃう。ゆうやくん最高、ありがとうございます。100日で死ぬ前に便乗しただけ、なんだなんでそらなんでそら100は2かよ。そう、何度も狙われぬれちゃん、そのぬれちゃん選抜です。00ライン多めの、でも本当なのこれは、結構ガチでジッパーどんどん新しい子がするたびに、なんか自分なんか私あんまジッパー似合わないなって最近自分で思って、ただ私は脱ぎたいだけでジッパー今やってるんじゃないかって自分に自問自答しちゃうの。なんか曲は本当に大好きだし、あの HKT 入る前、アイドルになる前からもう絶対もし48グループに入ったらジッパーは絶対に1回はしてみたいと思ってたの。そのぐらい大好きで、衣装も大好きだし曲も大好きだし、そう全部大好きなんだけど、でもただ似合うかって言われたら別に私絶対それよりこの世界
似合うと思うんだよね、この世界とか。多分そっちの方が絶対、私はジッパーとかよりそっちの曲の方が似合うっていうのは自分で分かってるから、なんか余計こう新しい子たちがするたびに、あーなんかあんまり私はジッパー似合わないなとか、なんだろうなって思っちゃうんだよね。でもこの世界はねしたいって言ってるから。ただまあその本当ね、条件によるんだよマジで。綺麗にその条件がいろんなとこが合わないと出れないんだよねこの世界。そのジッパーも一応やっぱ人数がそんなに全員が全員ジッパーできるわけじゃないから、当て込みをちゃんとうまくいかないとなかなかねできないんだよね。特に最近この世界に出てるさメンバーで言うとさ、まあ、ココッペ、安井ちゃんとかさ、あとココとかさ、そうリンリンとかなってくると、やっぱさそこをジッパーにさ、ジッパーの私とさ入れ替えるわけにはいかないじゃん。そうだからまあそこはちょっとなかなかね難しいらしいんですよね。そうまあでも本当にね、新しい子たちがやるたびにどんどんなんか自分はジッパーあんまやっぱ似合わないなーって自分の中でなんか勝手に再確認しちゃうんだよね。うん、なんか自信がなくなっていくどんどん自分の中で。まあでもそれもどれもこれもなんか私が多分あんまダンスが上手じゃないからそう思っちゃうんだと思う自分が。そうなんかね、私ってダンスがあんまね得意じゃないんですよ、自分でもずっと言ってるんだけど。でそのこの前リハの時になんかまあいろいろちょっと話してて、なんかそう先生からでも上手になったよねって言われたんですよ。まあでも私的には0、もともと 0.5、じゃマイナス5ぐらいだったのが一旦今2ぐらいになったかなっていう気持ちなんですよ。そう全部で10だとしたらね。そうでもまあ選抜だったらもっともっと頑張らないとなっていう、それはもちろんあるんだけど、なんかそれあってからのさらに今日ノーパラリハやった時に踊ってみたら、なんかね下手なんだよねダンス。なんか昔の踊り方と変わってないし、なんかいやなんかもっと体の使い方とか上手になってて、なんかあの時のノーパラの自分の踊り方とは違うなみたいな、なんかちょっと上手になったんじゃないとか思うかなと思って踊ってみたら全然変わんなくて下手くそなまんまで、なんかあやっぱ私ってダンス上手くなってないなって思っちゃった。ちょっとは上手になったと思ってたの私は、なんだけどなんか上手になってなかったみたい。結構それがちょっとショックだった。うん、でもなんかダンスあんま上手じゃないって、うん、 HKT 発行したさん最高ありがとうございます。体が硬いはマジであると思う。いやなんかね、なんかうん、やっぱさメンバーってお互い仲いいからこそ、メンバーってお互い仲いいしもうそのずっと一緒にいるからこそお互い正直に言うことって結構あるんですよ。で別にだからといってみんなダンス下手くそとか言われるわけじゃないんだけど、やっぱこう例えばさなんかなんだろうな、難しいダンスとかやってるのを見てうわやっぱかっこいいなみたいな、クルタンやっぱかっこいいよねみたいな、上手やわみたいな、なんかでも誰々も上手だよねみたいな話の時にさ、そういやいやリナだってこれできるかもしれんやんみたいな言った時にそう言った時になんかって、えでも私も言う、あ別にそのなんか下手くそーとかお互い言うわけでもないし、とかやっぱさとかお互い冗談でも言うじゃないですか、冗談っぽく。でも
やっぱそこで、まあ、そうだよなってなるんですよ。自分でもでも自覚はあるの、ダンスができない自覚は、下手っぴな自覚はあるし、そう自覚があるからこそやっぱ人から見たら下手だよなと思って、自分的には成長したんじゃないかなって思っててもやっぱ人から見たら下手は下手だなってそう思うんだよね。でもそうなの、実際間違ってないんだよね、それが間違ってないの。だって自分ってさ、正直鏡で見た時さ、自分の顔ちょっと鏡で見た時可愛く見えるようにさ、多分鏡で自分のダンス見た時さ、え今のイケてるんちゃうとか思う時って絶対あると思うのよ。逆にわへったくそとか思う時もあると思うけど、そうだからなんか下手っぴだなって思うダンスも。落ち込み気味の一番の原因、いや落ち込み気味なのは最近それじゃないかな。いやまあなんて言うんだろうな、落ち込む、まあシンプルに疲労が溜まってたのもあるけど、なんだろうね、なんか最近人との接し方がちょっと分かんなくなってきちゃった。ダンス誰か参考。サエさんとかのダンスはめっちゃかっこいいし好きだなって思う。かっこいいっていうかしなやかで綺麗で好きだし、クルタンってやっぱダンス上手だから、100年先とかで、まあもともと1個前のポジションがクルタンがサビ前踊ってる時めちゃめちゃ見えるポジションだったから、なんかちょっとこここんな感じかなとか言ってみてることはあったかな。本当に最近なんか人と接するのって難しいなと思ってきちゃって、なんだろう、別に何かあったっていうわけじゃないんだけど、例えば一回後輩の前でちょっと無様な姿というかとか見せちゃった時ってみんなは分かんないけどさ、やっぱちょっとこうさ、その後さどういう風にさ接していいか難しくなってきてあるじゃん。キャラ崩れじゃないけど なんて言うんだろうね、なんかそういうそれがあったっていうわけじゃないんだけど、そういうことがあったわけじゃないの、本当に本当にこれはマジでただ例に出してみただけで、そうなんだけど、なんかちょっと自分の中で人と距離を一歩置いちゃってる最近。なんかプライド、いや今、まあ、例さっきの例は確かにプライドだけど、そうじゃないんだよね、なんか何かわかんないけど今一歩人に対して一歩引いちゃってるんだよね、なんでかわかんないんだけど自分でも、まあよく私に来るネガティブな時期なんだろうけど、そう、あこの人ってこう思ってるんだろうなとか勝手に考えちゃって、そう結構ナーバスになっちゃう。コンサートでアイドルの王者踊ってないじゃん、いつだアイドルの王者、そのアイドルの王者いつだ。テレビもグラビアもそうコマーシャルもワンチャンスワンワンチャンスワンワンまあ考えすぎちゃう時期なんでしょうね、難しいなって思っちゃう。チュン、なんか変なコメント何その変な打ち間違い。まあでも仕方ないですね。コンサートまでオタクする予定なくてあと3週間一般人、あの別にコンサートあってオタクあっても一般人は一般人なのよ。じゃあ毎日リナのハチマキつけて夜散歩しな、そしたらオタ活だから。そうちょっとだけ今はだからネガティブ期に入ってます。まあでも多分もうちょっとしたら抜け出すと思うからわかんないけど、ちょっとこのネガティブ期はさすがにちょっとどのくらい抜けるか毎回わかんないですけど、まあ多分いつもの私だったらそろそろ抜け出すはずなので、まあ安心してくださいなっていう。
ダウト、あーマジダウトね。ダウトダウトダウト、私どのこと言ってない。うん、あでも一個、まあ、一個別に全く関係ないかもしれないけど、自分の中でちょっとあーってちょっと落ち込んじゃったのは、コンサートのポジションでちょっと落ち込んじゃったかな。うん、まあ、もちろん何の曲するとか、どの辺にいるとかは、まあ、そんなに詳しくは言えないですけど、もちろん何の曲するのに関しては絶対に言えないですけど、でもあんまりまあ今回前回がさ結構がっつりだったじゃん。前回のお昼とか特にさ、もうなんか正直言っちゃったらもうさ、もうなんか独壇場みたいな部分もあったわけじゃん。だからこそ結構今回はそんなにかなってちょっと思っちゃった。まあそのあこの曲やってみたかったんだよねっていう曲一曲させてもらえるか、それはめちゃめちゃ嬉しいんだけど、ただやっぱこう選抜の中での立ち位置的なものって私は今どうしたらいいんだろうって思っちゃって、なんか私って何を求められて入ったのかなっていうのをちょっと分からなくなっちゃって、そう、うんっていう、ちょっとそこが自分の中で迷いが出ちゃって、もちろんなんかずっと後ろにいるわけじゃなくて、たまーに前で踊らせていただくこともあるけど、ただ本当なんだろう、なんだろうな、なんか頑張りを評価していただいたっていうのをやっぱ結構さ聞くからさ、聞くというかやっぱファンの方もそうやって言ってくださるじゃないですか。中地さん最高ありがとうございます。そうだからこそもっと頑張んなきゃっていうのをめっちゃ考えてる。あとはさやっぱこう選抜に入ってない子たちが難しいダンスの曲とかやってた時に、なんかあこの子私よりダンス上手だなって、やっぱ後輩とか特にダンス上手な子めちゃめちゃ多いんですよ。ダンス習ってたとかもありますけど、もちろん習ってたっていう強い見方とかももちろんあるとはいえ、やっぱダンスが上手な子が多いからこそめっちゃ見てて、なんかわ私って本当にダンスできないなっていう、ダンスですね言っちゃえば悩みの原因は全部ダンスですかな、わかんないけど、でもなんかああ追い抜かれちゃうってめっちゃ思っちゃう。いやダンスだけが判断基準じゃないと思います、もちろん。だってだとしたらだって私なんてダンス下手の下手の下手なので、そう。でもなんかやっぱパフォーマンスもちろんやっぱ評価される世界ですから、やっぱ頑張らないといけないなっていうのをめっちゃ感じた。私特に自分のさ立ち位置的にもそんなに、自分的にはなんかあもうちょっと頑張りたかったなってこう思ってるからこそ、よりだよね、そういう子たちのダンスを見るとなんかあやばいもう追い抜かれちゃうみたいな、言い方悪いかもしれないけど入れ替えられちゃうって思っちゃうんだよね。そうおいのいって言ってるがないわ、そうだと思ってました。私も選抜に入った時はなんか、まあ、言い方はまあ良くないかもしれないけど、ね、その追い抜く追い抜かれるっていう言い方は良くないかもしれないけど、でもなんか近づけたなとかちょっと思ってたんですけど、もう最近はもう本当になんだろう、もう怖くて仕方なくて、常にどうしたらいいんだろうっていう、どの立ち位置なんだろうっていう、私はなんか面白ネタ枠だけじゃやっぱ面白ネタ枠かなっていう、まあ別にそれはそれでまあ美味しいっちゃ美味しいんですけど、ただやっぱ立ち位置ももっと自分的にはもっともっと上に頑張りたいなって思うからこそ、やっぱパフォーマンスは頑張らないといけないなっていうのもあるし、うん、
ぱこうここのこのポジションやってみたいとか、そうってやっぱ思うから頑張んないといけないなと思いますね。まあそこかな、自分の中でちょっとうーって最近なっちゃったの、リハ期間中に。そうちょっと自分の中でちょっともうちょっと立ち位置頑張らなきゃいけないなって思ったかな今回。学校でダンスの授業私なかった気がするな、あったかな、いやなかったな、頑張れるように応援してありがとう。そういやでも逆にこういうのがっつり話しすぎるからまあよくごちゃにかかれるんだけど、ごちゃにかかれるんだけど、見てないけど書かれてんだろうなって思っちゃう。まあでもなんかね、まあ、これはどうなんだろうって感じなんだけど、逆にこういう悩みができた時に選抜なんだから我慢しなきゃって思っちゃうようになっちゃいました。これがいいことなのか悪いことなのか分かんないけど、何でもかんでも選抜なんだから頑張らなきゃとか、こう選抜だから我慢しなきゃ、選抜なんだからありがたいって思わなきゃって思って、全部自分の中で抑え込んじゃう。特にやっぱこう私は今回選んでいただいたって、自分で選ばれたとかじゃなくて選んでいただいたって思ってるからこそ、なんか立ち位置がちょっと自分的にもうちょっと頑張りたかったなって思ったとしても、でも選抜だから、選抜に多分選抜じゃない自分からしたら、選抜の自分の今の場所ってずっと目指してる場所だし、なんだろう、そんな贅沢な悩み言うなよって多分選抜じゃない私だったら言うと思うんですよ、今の私に対して。だからこそ、あでもそんなこと言っちゃダメだよねっていう、選抜なんだからそんなことで悩んじゃダメだよねって思っちゃうし、うん、なんか結構そこで最近自分の中で勝手に我慢しちゃうことがあるかも、うん、生乾き臭、足ぬー、やばい、生乾き臭めっちゃおもろい、ちゃんと乾かして拭くわ。ひのちゃん頑張った、ありがとうございます。でも確かにそうなんだよね、絶対選抜じゃない自分が今の私を見ると絶対そんな悩み贅沢だよって、選抜なんだからいいじゃんって絶対言うと思うの。やめたらアボーンをするか、アボーンやめてね、アボーンって何、フランス語みたいなのやめて。そうだからなかなかこう自分の中でこう悩みとか、悩みっていうかそういうのを消化するのが難しくなってきた、ちょっとだけ。なんか全部がわがままなんじゃないかなって思っちゃう、自分に対して傲慢なんじゃないかなって。そうなんか昔の自分からしたらありがたいことなのにそんなこと思っちゃうって傲慢なんだなって、なんかそんなこと思えるほどの立場じゃないでしょうって自分に思っちゃうんだよね。だからもう全部でもそうだよね、仕方ないよねって思うしかなくなっちゃってるって感じかな今の私は。
でもなんか調子乗ってるって言われたくないとか、言われたくないっていう気持ちはもちろんあります。調子乗ってるってやっぱどうしてもそういう風に見えちゃう時ってあるじゃないですか。発言もそうだし、態度とかもなんか昔はちゃんとこういうのしてたのになとかさ、そうあるわけじゃん。なんかそういうのをそういう風に思われるのだけは絶対に嫌で、やっぱ あの子調子乗っちゃったなとかやっぱあるじゃん、どうしてもさ。それって自分が気づいてても気づいてなくてもやっぱどうしても絶対に若い時ってそういう風になっちゃうことってあると思うんだよね。で私はそうやって人にちょっと思っちゃったことがある過去がある分、自分はそういう風になっちゃいけないなって思ってるから、そう苦しいなって思います、そういうとこで。うん、うんって感じですね。そういうとこで最近ちょっとどういうふうに消化していこうかなっていうのはあるかな。ごめん、あくびしてた。まあ難しいですね。頑張るしかないよね。とりあえず本当今できることって感じですよね。頑張ります。自分の中で納得感を得るの、いや本当にね、私納得感自分に出たこと本当にないよ。1時間になるから大丈夫。ああ大丈夫、ありがとう。全然踊ってるわけじゃないし。今月、そう今月かな、シングルのオンライン。あ今月、来月、うん今月、来月、え、うん今月か、え今月、今日も顔が小さい。こんな感じ、サイズ感。今月か。あ、そう終わりか。だからだ。あ、みんな今日インスタミャクミャクとの写真載せたからみんないいねしてね。私のミャクミャクとの。トスキーね、写真撮ろうと思ったらねもういなくなっちゃってたんだよね。気づいたらもう出番終わってました。トスキーの。かなっち。名古屋でサンタさんしますか。名古屋何日だっけ。でもサンタの時間、サンタのさ日程にしては早すぎない。結構頭じゃなかった。脈々、怖い。脈々でもポケモン見てる人はミカルゲに出てまあなんかなんとかなるよ。12月7、12月7、8にサンタ早ない。サンタ何、サンタやったらいっぱい来るの人。じゃあサンタやるよ。
サンタやったらいっぱい人来るならサンタやりますよ。早めだね、結構慌てんぼうすぎるサンタクロースだけど大丈夫そう。結構慌てんぼうすぎるけど、部数多いから衣装問題も解決できる。そうね、まあね。じゃあ明日投稿しとこうかな。名古屋は慌てんぼうすぎるサンタクロースやるよって。クレタンがハロウィンでなかった。そうね、言ってたね。ただ会場がどのくらいの寒さか分かんないからさ、ちょっと怖いよねっていう。そう、私最近新しいものが欲しくて、洗濯機が欲しい。新しい、壊れたわけじゃないけど、もうちょっと大きめのが欲しい。あとお引越ししたい。普通にペット可のとこに住みたい。あとバスタオル欲しい。バスタオルが全部カサカサなの、もう嫌だ。でマイクロファイバーじゃないバスタオルが欲しい。フェイスじゃなくて、フェイス最近めっちゃ買ったから新しいの。もうバスタオルがカサカサ、全部カサカサ。猫飼いたい。猫ちゃん、武蔵神宮が舞台のアニメ作られる。え、マジ？それは見たいな。今欲しいものは洗濯機、バスタオル、空気清浄機かな。あとは特にないかな。逆にあとは物減らしたい。洗濯機いくらまで、え、わかんない。洗濯機ってそもそも相場がいくらなのかも分かってないしな。タオル生地が好き。私マイクロファイバーあれ苦手なんだよね。なんか肌にあの張り付く感じ。え、オーブントースターめっちゃ安いよ多分。調べてみ、アマゾンとかで結構安いから。私アマゾンで買った気がする。オーブントースター3000円ぐらいのやつ。3000円、そんな安くないか。でも3000円とか4000円ぐらいのやつ買った。加湿器はね、いや、いい。前ね持ってたけどね、結局使わなくなってホコリまみれになったからね、ちょっと残念ながらポイしました。ペットの面倒見る人は募集してないですね。そうで、もし今後引っ越したりとかして、もうちょっとあの部屋が広くなったりとかしたら、間接照明とか置きたいです。あとなんか草とか置いてみたいよね。でもなんか虫ばくっていうからな、それ虫は嫌だから、ちょっと虫はいいかな。ふるさと納税でもらったバスタオル、いや、あのさ、ふるさと納税でもらったやつ渡せるのかな、そもそも。観葉植物、そう、観葉植物です。まあ、草っちゃ草ですね。こめかみガールズ、なんそれ、どういう話か全然読めない。人工の観葉植物、あー、はい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 。なんかでもかウーパールーパーとか買ってみたいな。ウーパー、でもウーパールーパーか。ウーパールーパー、いや可愛いけどさ。インコちゃんとかでもいいな。ピヨピヨピヨって毎日ピヨピヨ言ってほしい。ピヨピヨで起きたい。姉ちゃんのグッズ購入は実質ふるさと納税でしょ。まあそうだよね、物来るもんね、お金払ったら。言い方悪すぎ。ただちょっと税金が減らないだけ。
鳥系大丈夫、大好き。なんならもうあの鷹とかでもいい、買うの。フクロウとかでも。洗濯ホースアタッチメント、いやあのね、前ねファンの人にねあのホースのやつもらったんだけど、あの難しくてさ、あとサイズがなんか若干合わなかったのもあったんだよね。何個かもらったことあるんだけど、そう、ハムスターちょっとちっちゃすぎて怖い、ちっちゃすぎるとこう扱いが怖い。そう、生き物は難しいです。びっくりした、一瞬ウサギとかのコメントがウナギとかに見えて、ウナギって思った。なかなかウナギ飼ってる人見たことねえなって思った、焦った。さすがにちょっとウナギはマジ見たことねえ。ちょっとウナギはな、ウナギって飼えるのかな、最後食べるの心苦しいよな。フェレット、なんかフェレットって臭いって言うじゃん。あ、そう、カメいいなと思う。確かにカメはめっちゃいいなって思うね。あ、あと一個私欲しいものあれだ、あのニータンの手にでこう突っ込んでさ、こうできるパペット、パペットマペット、じゃあそれパペットマペットか、パペット、あれ欲しい。あれ多分さ売ってたじゃん、あれめっちゃ欲しいんだよね。買っときゃよかった。そう、あれはねやっぱ持って公園につけてきてる人とかめっちゃ見て、わいいなと思って。パペット持ってない、あれめっちゃ欲しいんだよ、パペットマペット。あ、お腹鳴った。ショートコント焼肉、牛くん、そう、牛くん、牛くん、なんだよカエルくん。一人でパペット、一人でパペットするの。寂しい時はこのニータのパペットと一緒にこうやって喋るから、ね。元気とか言って。あ、ピクミン、そうピクミンだよ。ファミマのピクミン、誰か見た人いる？ファミマのピクミンが、私まだファミマ行けてないんだよね。なんか地味にファミマ近くいなくて、なんだかんだ見た。あの1位の A 賞のさ、あのクッション欲しいんだけど、犬の、え、土曜日に予報売り切れ、やっぱそうだよね、売り切れだよね。だって可愛いもん、あれ。そうよね、そうだよね、そうだよね。そう、黄色いオッチンという犬。公園代金を入金しに行ったら当店は終了しましたって書いてある。マジ？一番くじ、そう、最近やっぱピクミンブームが来てるのか、ピクミンマジで早いんだよね。何ピクミン好き？何ピクミンだろう。でも氷ピクミン可愛いなと思う。でもまあその赤青黄はもちろん好きだね。でも氷ピクミンかな、それ以外だったら。氷可愛い。でも岩も好きなんだよね。白はちょっと目が赤くて怖いかな。紫なんか頭に変なの生えてるからちょっとなんか。いや、なんか氷ピグミンと岩ピグミンほぼ見た目一緒だからね、形状一緒だから多分。ピグミン氷がいるんですよ今。
めっちゃいいよ、凍らせてくれるから。まぶたがピクピクみ、大丈夫そう？寝な、早く。そう、ピクミン、リノが確か黄色ピクミン好きって言ってたの覚えてる。そう、でも青ピクミンは水の中からちゃんと物を運べるから、そう、いいやつだなって思う。一番くじはプレゼントできるんじゃないかな。そう、あの赤とか黄色を水の中に投げちゃうと溺れちゃうから、おばちゃおばちゃおばちゃっつって。そう、でも歌あるよ多分、2個ぐらいある。赤ピクミンは火に強いみたいな歌と、あと、あの引っこ抜かれてあなただけについていくみたいなやつ。今日も、そして食べられるみたいな、結構切なめな歌、元気系と切なめなのが確かあった私の記憶だと。2曲知ってるの、2曲。てかピクミン4ってことはピクミンもっといっぱいあったってことか。一個抜かれてが初代なんだ。まあでも確かにピクミン楽しいもんな、やってて。ちょっと長いけど話が。でもたまにもう敵が気持ち悪い敵がいたりして、なんかでっけえ幼虫みたいな敵みたいな、もう気持ち悪すぎてなんかもうウェイってなっちゃうんだけど、たまに。あら、ラーメン、くまさんタワーありがとう、ありがとう。くまパンダ、クイーンチャッピー、そいつかな、あの気持ち悪いでか幼虫。ピクリンやめて、ピクミンな。久々ここ点取った。 17だっけ、ここ点。次これピクミン水色、昨日お写真撮ってくれてありがとうございました。こちらこそ、まさか選んでもらえると思わずびっくり、ありがとうございました。あ、そうだ、最初に言った100円目のからですよ皆さん。17だよね、オッケー。編集する、あ、本当？これで全部揃った？かわいい、やった、ありがとう、元気出た。え、なんかさ、最初になんか誰か出たクリスマスの壁紙みたいなのの、このキノコ集めなきゃみたいな、あれ本当なの？締めてメンバーも当日する、いや、わかんない、私はただ知らなかっただけかもしれない。結構普段は書いてるんですよね、誰誰って。あ、だからその多分誰誰と誰誰のもう一人のは多分知ってないことが多いと思う。カレンダーはごめん、明日は多分時間あるから明日かな。ちょっと今日は朝しんどいのが続いてたから寝てたのと、他にもラジオも今日撮ったので、ラジオもお便りありがとうございました。今日でもずっとラジオ撮ってる時頭ポヤポヤしてた、いっぱい寝てたからさ。そう、でもなんかディレクターさんに、すいません今日あんま喋れなかったって言ったら、え、そう、調子良さそうに見えたよって言われて、ってやっぱ自分の感じと人の感じで多分違うんだろうな。睡眠探し一応し、本当ありがとう。私もピクミンなんか近場にあるかどうか見て、あの進捗状況はちょこちょこ、あのもしピクミンやった場合はストーリーに載せるんで、はい。そう、
回も完全に取る気がしなかった。いいんじゃない、いつでも、なんか卒業する時でもいいし、まあその時にもっと好きな子がいたらそっちでもいいと思うし、いつでも使えるなら逆に取っといても損はないんじゃない。明日も調べますか。毎日やってます。ちょっと昨日とその前はちょっとキンキンで2回もやんなかったけど、なかなかないですからこんなこと。毎日一応このぐらいの時間にはやってます。入るんだけど福岡のファンも10店舗以上回っていけなかった。え、マジやばすぎじゃないじゃん、絶対メルカリじゃん。そうなってくるとラストワンショーのあのライトみたいなの欲しいんだよな。なんかもう今からピクミン探す旅に出ようかな。今からチャリチャリとか乗って、取扱い店舗、あ、そもそも取扱い店舗とかもそりゃそうか、あるか。今日誕生日、あ、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアムサシさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。え、ちょっとファミマの一番くじ調べられるんだ。人っぽし、本当ちょっと調べてみようかな。一番くじ取扱い店舗、これか。え、なくなってたら罰とかなる？そういうわけではない。商品あ、さすがに在庫状況出ないよな、そりゃそうだよな。ファミマのサイト見てたらリュウジの至高レシピペッパーベーコンエッグにめっちゃうまそうじゃん。なんそれめっちゃうまそうなの。絶対美味しくない、そんなん。いやでもワンちゃん買い占めされてそうだな。だって10店舗行ってもなかったんでしょ、福岡。無理じゃないそれ多分。ピクミン特設ショップで、だピクミン特設ショップ、ちょこちょこピクミン特設ショップから送ってくれてるんだよね、何人かが。あ、そうだ、この前黄色ピクミンのパーカー着たよ、上から掘るやつ。ちょっとまだ着てないんだけど、配信で今度着るね、面白いから。黄色ピクミンのパーカー着たから。ほろ酔い一番、何ていうか、ほろ酔いの一番くじとかあるの。じゃあ30分になったら終わろうかな。
最近やってないことが多かったから、ちょっとでもなるべく多く配信はしたいなと思ってます。早く休んでください。ありがとう。ほんとみんな優しいわね。犬派になってほしい。いやワンちゃんも好きなんだよ。特にシュナウザーとかめっちゃ好きなんだけど、やっぱり猫ちゃん大好きなんだよな。うん、猫ちゃん大好きなんだよ。アホな猫ちゃんが好きはい、ってことでね、この後はメイク落としておねんねしたいと思います。ちょっとでもやっぱ寝とかないとね。まあでも本当体調は全然そんな悪いとかは今はないので、 A 賞狙い、まあ A 賞は1個欲しいなって感じ。あいつがでも家に3つあったらちょっと困るんだけど、1個は欲しいな。いやお腹空いてきた、なんか食べるわ。今度福岡に大型犬カフェができる。マジめっちゃ混みそうだね。じゃあランキングも13位まさみやさんありがとうございます。12位香港のジャッキーさんありがとうございます。11位しゅんくんありがとうございます。10位八代武さんありがとうございます。9位佐世保のてっちゃんありがとうございます。8位長次郎さんありがとうございます。7位えいかさんありがとうございます。6位てんとこちゃんありがとうございます。5位わたるさんありがとうございます。4位ラーメンありがとうございます。3位すみさんありがとうございます。2位 HKT 発行したいさんありがとうございます。1位たかさんありがとうございます。ありがとうございます。うちのシャムネコ、シャムネコとか絶対可愛いじゃん。じゃあ皆様おやすみなさーい。みんなもちゃんとあったかくして寝るんだよ。